はい、約束の時間になりましたということで、川崎フロンターレ夏の補強ということで、まずゴールキーパー編からやっていきたいかと思います。まあキーパーはね、まあまあまあいらないでしょう。ソンリョン、タンノ、アンちゃん、早坂くんでいいんじゃないですか。まあ来年、なんだろう、今シーズンオフはね、ソンリョンの次っていうところでちょっと即戦力が必要かもしれない。まあそれか来年の夏はねとか必要になってくるかもしれない。早坂くん次第だけどね。それも早坂くんがね、あんちゃん、タンノ以上にね、ソンリョンに2番手ぐらい、もうソンリョンポジション奪うぐらいになってきたらね、まあもちろん必要はないかもしれないけど、早坂くんがどれだけね成長するかっていうところで、まあだいぶ補強の戦略とかも変わってくるのかなとは思いますが、ああ現状維持っていうところでしょうね。補強するなら今ではない、今じゃなくて、まあ来年夏かオフになるかと思います。でもね、今回ね、この前浦和戦で、ゴールキーパー3人がベンチ入りしたというね、もう異常事態があったわけで、まあね、川崎フロンターレもやっぱりコロナ感染者が大量に出たからこそ、まあ、そうなってしまったんだけれども、まあ次ね、コロナの波がね、いつ来るかわからないし、同じようにね、同じような事態になったら、またキーパー3人ベンチ入りせざるを得ないような状況になってしまうかもしれない。そうなった時をね、やっぱ想定しなくてはいけないわけで、そうなった時はね、浦和戦の時もね、あんちゃんと早坂くんがね、フィールドプレイヤーとしての、まあ、練習をね、まあ、調整をしたらしく、まあ、シュート練習とか一生懸命ね、やってて、ね、ことことこと外すわけで、ね、本当頑張ったんですよ。もともとそんなキーパー3人をベンチ入りさせる時点でね、ような状態で試合やらすっていうのもね、おかしいとは思うんですけどね。まあ、まあ、それはさておき、まあ、同じようなことがね、また起きたときね、フィールドプレイヤーとしての出番っていうのは出てくるかもしれない。そうなったときはね、フィールドプレイヤーとして練習していたあんちゃんと早坂くん、フィールドプレイヤーとしての活躍っていうか出番っていうのもあるかと思うんで、その辺でのね、役割っていうのも、まあ見たくはないけどね、でもそうなった時はちょっと期待したいかなと思っております。特にね、早坂選手はユース時代ね、キーパーが攻撃参加して、ゴール決めた、決勝ゴール決めたなんていうこともありますから、ね、点取れるんですよ。得点力あるので、ね、セットプレーの時の得点力とかね、まあフォワードやしてもいいかもしれないけどね、その辺もなんか期待しちゃうわけですね。まあ彼ら、あんちゃん、早坂くんが出番あるとしたらセンターバックかフォワードでしょう。まあその辺になるかと思いますが、まあこういうことはあってほしくないですけどね。まあでももしそうなった時はやっぱりそういった準備もしておくべきなのかなと思っておりますので、まあ、その辺の役割っていうのもちょっと頑張ってくれたらなと思っております。あとはね、まあこれはまあ将来的な話になってくるけれども、なんかね、浜崎選手っていうのは U18 の、高校2年生高2なんですけど、で彼がね、世代別の代表に選出されたらしくて、 U17 かなんかな、日本代表かな、なんか呼ばれたらしく、ね、結構
あの代表の方からも評価が高いキーパーらしく、非常に将来性のあるキーパーということで、もしこのまま順調にね伸びていけばね、トップ昇格っていう可能性もねあるわけで、うん、キーパーがトップ昇格はアンチャン以来かな。ね、早坂君の場合は一回大学進学して、まあ、フロンターレ戻ってきた流れだからあれだけど、ねえー、トップ昇格の可能性もまあであると、ね、それぐらい非常にポテンシャルの高いゴールキーパーということもありますので、もしかしたらトップ昇格っていうこともまああるのかなと、ぐらいでしょうね。トップ昇格してほしいですね、このまま順調にね。ユースからね今頑張ってるからね、はい、あのそのぐらいかな。あとはまあちょっと他はソンリョンの次とか早坂くん次第だと、まあ来今年オフか来年夏ぐらいでしょう、うん、今のタイミングだとやっぱり今いる選手たちの底上げでしょうね。ということですね。